見事優勝いたしました平高奈々選手です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今のお気持ちいかがでしょうか。めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいですか、はい、今日は1日落ち着いて過ごせましたか。そうですね、昨日が一番緊張してて皆さんがね、おめでとう言ってくれてますね、はい、嬉しいです、はい。それで今日は性能劣化整備を1回しちゃって、はい、足落ちしてました。あ、そうだったんですね、はい、でもそこから調整でまた盛り返せました。はい、元に戻してそこからペラをもうほぼ昨日の状態にしました、はい、レース前の緊張感のほどというのはどうだったんでしょう。もうなんかスタートが分からなすぎたので、もう緊張してなかったな、やっぱり、はい、じゃあもういい精神状態でいけたわけですね。そうですね、はい。そしてレースは、はい、いいレースができたという実感はありますか。100点満点だと思います。100点満点のレース、はい、そして今日1号艇が昨日決まった時にやっとタイトルに近づけたとおっしゃってました。はい、やっとという言葉にすごく重みを感じたんですが。そうですね、すごい出てきてちょっとから期待されてたんですけど、それにずっと応えられなくて、後輩にもすごい先越されてて、もう無理かなと思ってたんで、はい、でも近づいて、そしてものにしましたよ。はい、よかったです。改めて今年怪我もあって苦しんだ時期もあったと思いますが、どんな1年でしたか。はい、いや本当いろんな経験をしたからこそ今の優勝があると思います。もう最後笑って終えることができましたね。はい、最高です。この後ティアラも待ってますよ。ティアラっていうキャラじゃないですけど、かぶります、はい、きっと似合うと思います。似合えばいいですけど、はい。そして本当にたくさんのファンの皆さんも応援してくれました、はい、では最後にその思いファンの皆様に一言お願いします。はい、デビューしてから本当ずっと転覆とかフライングとかでご迷惑ばっかりかけてたんですけど、それでもずっと私のファンでいてくれて本当にありがとうございます。これからもっと上を目指して頑張るので応援よろしくお願いします。平高選手にお話を伺いました。ではカメラサイン最後よろしくお願いします。はい、今年ラストのカメラサインも最高のね、優勝のカメラサインになりますのでサインを書いた後は最高の笑顔でポーズお願いします。はい、今節一の笑顔でお願いします。はい、ではポーズです。ありがとうございました。優勝おめでとうございました。はい。